先の北伐は入念な準備も実らず失敗してしまいました。二度も失敗しては陣の世は遠のいてしまうでしょう。こたびの北伐は呉との連携を図り必勝を期します。呉とは盟を結んでいるとはいえ以前のような関係ではありません。我らの思惑に乗ってくれるか気がかりですが。我らのみに利があれば乗らないでしょう。しかしこたびの北伐は双方に利があるもの。私が説得し必ずや動かしてみせます。わかった。そなたがそこまで言うのであればうまくいくのだろう。だが諸葛亮、一つ約束してほしい。国のことを考えてくれるのはありがたい。だがそなた自身をもっといたわってくれ。私は何もできぬが、脅威や制裁たちがいるのだ。もっと皆を頼ってほしい。龍禅様、もったいないお言葉でございます。上将、前線より報告が入りました。各所で義軍は固く守っており、我が軍は攻めあぐねているとのこと。戦況は膠着状態にあります。しばらく動きはないと見てよいでしょう。さすがは芝居ですね。我が真意を図り長期戦を仕掛けてくるとは。上将の真意、それは一体。脅威、我らは遠征のみ、長期戦は不利です。この状況を打破すべく私も前線に出ます。恐れながらここは我らにお任せください。上将に万一のことがあっては。脅威、敵はあなたも知る通り強大。私が安全な場所で指図をするだけでは勝てぬ相手なのです。劉備殿や関羽殿も最後まで前線で戦い抜きました。ならば私もそれに習わなければ。少々承知しました。さあ行きましょう。必ずや職に勝利を。劉備殿が目指した陣の世を迎えるため、何としてもここで義を打ち果たします。芝居は容易ならざる相手です。皆さん警戒しつつ進軍してください。五条原の前線へ兵糧を届けねばなりません。そのためには新しい荷車が必要です。しかし材料が手元にありません。まずはそれを集めましょう。これで材料は集まりました。急ぎ荷車を作り兵糧を送りましょう。丈夫な荷車を揃えることができました。急ぎ前線の五条原へ兵糧を運びましょう。兵糧が届けば多くの兵を賄えます。前線へ送れる部隊の数も増やせるでしょう。良い結果を得られましたね。月影、
あなたは自慢の妻です。この地は私が占拠しました。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。今より五条原へ兵糧を運びます。道中の護衛をお願いできますか。はい。ああ、路上に障害物が。このままだと荷車が進めません。五条原の味方が待っているんです。障害物をどけられればいいのですが。ん？お前らは諸の輸送部隊か。お前撃ってくれる。おお、なんとも勇ましき戦ぶり。しないぞ。お前らは諸の輸送部隊か。撃ってくれる。
よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。私を破り、五条原の背後を取るつもりか。その浅はかな企み、ここで潰してやろう。私とて諸葛一族に連なる者、一緒に首を取らせはしないで。にはいかない。防衛策を展開し、死ぬ気で守る。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。見えます。我らの進む時は誰にも阻ませぬ。
く無双とは。お見事。敵をきじらせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。敵の防衛策を反壊させました。このまま全部壊してしまいましょう。敵の防衛策をかなり破壊しました。あと一踏ん張りで全部なくなります。やりました。敵の防衛策は全部壊しましたよ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。計算の成果です。五条弦を囲もうってこと。面倒だが、ここは踏ん張って止めないとな。思惑通りに西を取れると思うな。ここで息の根を止めてやる。全力で参ります。やられちまったか。手を抜いたつもりはなかったんだけどな。敵将を討ち取りました。やっぱりすごい。すごいですけど。この地の攻防は戦局を左右しよう。私たちで守るぞ。じゃあそろそろ出発。とりあえず大事なとこを狙う感じで。策の練り直しだ。敵将を討ち取りました。秘伝のご活躍、平山の成果です。そろそろ出発。とりあえず大事なとこを狙う感じで。ヘイ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 。なんとも勇ましき戦ぶり。計算の成果です。よし、五条弦の西を抑えた。これで攻めやすくなるはずだ。日々の研鑽の賜物ですね。
いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。復元を孤立させるわけにはいかないぜ。道路は俺が必ず届けてみせる。兵糧の輸送を阻止しました。食料不足により敵の士気は低下しています。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。その前にここで息の根を止めてあげる。守りきれないだろう。あなた絶対に忘れない。日々の分散の賜物ですね。おお、素晴らしきお働き。の攻防は戦局を左右する。私たちで守るぞ。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。宗衛が戦略に関する命を出したし、なぜ命何がありそうだ。命を持った使者を捕らえ確かめてみよう。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。勝敗は陛下の常。またお相手願おう。敵将を討ち取りました。素敵ですね。狙いはこの手紙。参ります。
今養殖ってあそこで合ってる？自信ないけど、とりあえず出発。陛下の手紙を奪われると申し訳ありません。総栄に皇帝、王栄の命を出させたか。芝居では兵を抑えきれなくなっているな。この状況を使わぬ手はない。命を差し替え撤退するよう仕向けるのだ。日々の研鑽の賜物ですね。おお、素晴らしいご活躍。我が策が成功すれば宗心は撤退するはず。長安の東の城外で待ち伏せしてください。わかりました。敵が来るまでじっと待ちますね。宗栄の命を書き換えてやった。これで芝居の思惑も外れるだろう。この偽の命を長安に届けねばな。伝令を敵に気づかれぬよう護衛してほしい。伝令官、合言葉を言え。まさか。どうすれば。くそ、早く知らせないと。すみません。やつだな。なお名乗れ。そんなこと。まずい。気づかれたか。誰か助けてくれ。素晴らしいご活躍。
芝居殿にも見せなければ。 B へ駆け抜ける。ほら戦車部隊出番だよ。敵を一気に倒しちゃおうか。丸焦げになっちまうぜ。戻って策の練り直しだ。敵将討ち取りました。やる。この地と見せる。このとも守備を固めよう。行くぞ。敵の要所を叩く。何度攻め込ようが諸君など私の敵ではない。ここで散るがいいよ。さあ、より援軍が参ったぞ。みんな奮い立て。義の増援が。だからって負けてたまるか。援軍として参じました。共に義軍を打ち果たしましょう。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。
敵の要所を叩く。この地は私が占拠しました。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。切りゆく美しさなど私には不要。またお会いしましょう。敵将を討ち取りました。やつ、あなたは自慢の妻です。皇軍やめ、我が軍はここで迎撃態勢を取るぞ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。成果です。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。
ここを守らないと大変なことになる。行くぞ、今こそ敵の要所を叩く。私が倒れたせいで戦に水を差してしまいましたね。皆は無事に撤退できましたか？お味方は皆孔明様の指示通り本陣へ引きました。今はどうかゆっくりとお休みください。もうこのような孔明様を見たくはないのです。私は庵を出てから今まで劉備殿の志を実現するために生きてきました。あの方の志を実現するためならばあらゆる犠牲を厭わなかった。そしてあなたをはじめ多くの人に迷惑をかけてしまいました。孔明様は常に今を生きる人々のことを考えていました。呉との対話も南中の平定も無益な争いを起こさぬため、孔明様の道を誰が間違いと言いましょうか。月英、その言葉何よりも嬉しいですよ。あなたは私を一番近くで支えてくれた人ですから。孔明様、月英、もう一つわがままを聞いてください。これより全軍を成都に撤退させます。北伐も再度立て直しです。
撤退準備を終えた将を一人ずつ私のもとに呼んでください。かしこまりました。皆に伝えてまいります。月影、心から感謝いたします。不甲斐ない私をよくここまで支えてくれました。劉備殿、お約束を果たせない不義理、どうかお許しください。そうか、みんな考えてなかったよね、諸葛亮殿がいない戦なんて。上将、劉備殿の大志を継ぎ悲しみなき世を目指して戦った。それを今度は私たちが受け継ぐのだ。我戦う劉備の夢叶える。そう、父上たちの夢、私たちが諦めるわけにはいかない。受け継ごう、託された思いを。上将は最後までこの国の未来を案じておられました。劉備殿の目指された陳の世、残された我らの手で成し遂げてほしいと。私たちは託されたのだな。今日そなたはこれからどうするのだ。無論義を倒します。それこそが上将や劉備殿のご意志である、我らの悲願であるからです。そなたならばきっと立派に成し遂げるであろうな。だがこれだけは忘れないでほしい。父上や諸葛亮が目指したものは悲しみのない世だという。承知いたしました。我ら一丸となり仁の世を築き上げてみせます。月英は諸葛亮と共に五条原の戦いを制した。諸葛亮は蜀軍の勝利を見届けると陣中で陵没する。月英らは悲しみをこらえつつ蜀に撤退した。そして諸葛亮の死から数日後、月英は自邸に蜀の若き将たちを招く。夫が蜀に残したものを彼らに見せるためである。ここから火を吹くんだよね。あれ、あ、お前たち皆さん、お待たせしました。こちらをご覧ください。上司、いや、そんなわけは。あれ、生きてらしたんですか。
孔明様の人形です。孔明様が生きている、それだけで敵は混乱し味方は鼓舞されます。決意殿、孔明様にいつまでも頼るわけにはいきません。ですがこの人形は束の間私たちに力を貸してくれるでしょう。難点はとても重いことです。車輪付きの椅子も改良しないといけませんね。そんなに重いんですか？あれ、そうでもないですよ。では外出の際はお願いしますね。はい、頑張ります。ありがとう。